おいエマ、ダラダラしてる場合じゃないぞ。はい。儲かる仕事を見つけたんだ。誰からも憧れられるエリートの仕事だ。3食住居付き、研修中でも給料出るぞ。そんなの絶対やります。よく言った。円満解決、エンマちゃん。さあ、今日から晴れて警察学校に入学だ。まさかこんなパターンもあるなんて。パターン言うな。警察学校といえば軍隊より厳しいって有名ですよ。私たちなるべく楽して大儲けって約束したじゃないですか。した覚えはないが。競馬場の前で誓い合ったあの頃の私たちに嘘つくんです。思い出を捏造するな。ギャンブルや犯罪はもうごめんだ。俺たちは今日から警察官を目指す。清く正しく堅実に稼いでいくからな。行くぞ。ハードな毎日。走れ、天候間に合わないぞ。ギリギリまでお前を起こしてたせいで同室の俺まで遅刻じゃねえか。だっていい夢だったんですよ。あとちょっとで差しが決まりそうで。夢でまで競馬に行くな。こらお前ら、遅刻しやがったな。教官、愛の無知だ。許せ、これも俺の愛だ。こんな愛があってたまりますか。1分遅刻しただけなのに、さすがに厳しいな。警察官を育てるためには仕方のないことかもしれないが。だから警察学校なんて嫌だったんですよ。遅刻しただけで罵倒、成績が悪ければ罵倒、何につけても罵倒。こんな生活があと半年から10ヶ月は続くんですよ。けど通ってる間も給料出るし、しばらくは頑張るしかないだろう。同じ時間を使ってカジノ行けば倍にできますよ。その前に5倍は損するだろう。あそこ、死後現金、愛の無知だ。以上怒られたら身が持たねえよ。おとなしくしてようぜ。そうですね、おとなしく部屋に戻ります。待てこら、そういう意味じゃねえ。今度こそ私も馬も逃げ切りますよ。夢の続きを見ようとすんな。レベルの高い授業。漢字テストやらの学科に加えて、法律やら公文書の書き方なんかの専門知識まで覚えること多すぎだな。学生なんて久々ですが、めんどくさいですね。刑法185条、常習として賭博をしたものはちょっとくらいならいいとしましょう。ダメに決まってんだろ。警官に助入金を納めることを義務とする。そんな腐った法律があるか。お前はその辺きっちり勉強した方がいいぞ。なあ、もうこんなことやってられませんよ。そうだ、レイジさん、気晴らしに競馬行きません？行かねえよ。警察学校の勉強は基本的に校内でしか認められないんだ。外出なんてしてる暇ないだろ。好きなことも気軽にできないなんて。いいえ、私が日々ギャンブルに勤しんでいるのは借金を返すためであり、全然好きとかじゃないですからね。全てはレイジさんのためなんだから。あ、そうか、俺のために。うん、今すぐやめてくれていいぞ。遊ぶ時間なし。はあ、今日も疲れました。けどここからやっと私の時間です。さてさて、今日こそ VIP ルーム目指しますよ。あのな、消灯まであと1時間もないんだぞ。え、でも1時間は。いやいや、来週は警察実務の試験もあるし、明日は法学の小テストじゃねえか。この時間も予習復習に当てるに決まってんだろ。だって授業もたくさんあったし、勉強だっていっぱいしたのに、これじゃ私の自由時間なんてほぼないですよ。そういうもんだろ。俺たちは貴重な税金から給料もらって学んでるんだぞ。ここにいる時間は全部立派な警官になるために使うもんだ。レイジさん、忘れちゃったんですか。何を。私たちの目的はそんな崇高なものじゃないでしょ。なるべく楽していっぱい稼いで死ぬまで遊んで暮らす、そのために今まで頑張ってきたじゃないですか。俺の目的はお前のせいで背負った45億の借金を返して天国に行くことだよ。あ、お前こそ忘れてんじゃねえか。ここで少年を入れ替えて給料からコツコツ借金返済してもらうぞ。毎日しっかり見張るからな。やば、なんか火つけちゃいました。成績が悪いとクビ。先日行った筆記試験の結果だが、まあ、お前はビリだ。どうして。試験前は競馬にだって5回しか行ってないのに。絶対にそのせいだな。レイジ、お前の成績は素晴らしかったぞ。この調子で頑張れ。ありがとうございます。うわ、レイジさんが。同期たちとノート貸し合って勉強頑張ったからな。私の知らない間に友情を築いてやがりますね。まあ、お前には愛の無知だ。エマと同室のお前も連帯責任だ。
これもお前たちを愛するがゆえ。愛って何なんですか。テストの点が悪かっただけなのに理不尽です。褒められた俺までぶたれてる方が理不尽だと思うが。そもそも警察学校じゃ学科や実技でいい成績を取ることが仕事だってよく教官から言われてるだろ。赤点取り続けたら退学、つまり仕事をクビになってもおかしくないんだ。厳しい指導もある程度は仕方ない。もう嫌です、家に帰りたい。今は寮生活だからここが家だろ。次の試験のためにとっとと勉強するぞ。俺が友達からノート借りてきてやるから。この狂った環境に自分だけちゃっかり順応してお仲間なんか作っちゃって、レイジさんだけ楽しめばいいじゃないですか。私のことはほっといてください。そんなわけにいかないだろ。え、だってお前がここからいなくなったら俺、レイジさん連帯責任でどんな罰受けるか分かったもんじゃねえからな。ただでさえお前と同室ってだけで教官から目つけられてんだ。つべこべ言わず今日から消灯後も自主弁だ。いやー、連帯責任。はあ、点呼も終わったし寝るか。明日も6時起床だ。よいしょ。うおー、何やってんだおめえ。無断外出は罰則だぞ。けどもう我慢できません。娯楽も何もかも取り上げられて、こんなとこ刑務所以下です。私は3食昼寝付き生活に戻ります。レイジさんはこの牢獄でお仲間と一緒にクッカの犬でも何でもなればいいでしょ。嫌な言い方すんな。大体お前が脱走したら俺も連帯責任で罰を受けるんだぞ。レイジさん考え直したか。そんなの知ったこっちゃないです。さらばです。おーこら、どこ行くんだアホエンマー。ゴール、消灯後に何を騒いどる。ギギ、レイジさんが騒ぐから見つかっちゃったじゃないですか。もうちょっとで逃げ出せたのに。いや、そもそもお前が二人まとめて愛の無知じゃ。いいか、警察学校の規律にのっとり脱走は厳罰。俺の愛から逃げ出そうとする不届き者はさらなる愛で滅多打ちだ。俺から愛されたくなければ自らの行動を深く反省するんだな。あの人狂ってますよ。俺もそうは思うが、とにかく卒業までの辛抱なんだ。勉強頑張って警察官になって遊ぶのなんてその後でいいじゃないかな。それから数日後、今回の小テスト成績トップはエーマだ。ありがとうございます。すげえじゃねえか、最近調子いいな。これでも学生時代は結構優秀だったんですよ。エンマにも学校なんかあるんだな。つうかそういうことなら最初から本気出してくれればあんなに殴られなくて済んだのでは。次は体術の授業ですね。試験も近いですし、体力練成の自主練付き合ってください。おお、もちろん。いやー、お前からそんな言葉が聞けるとは。ま、卒業までの辛抱ですから。そうそう、お互い頑張ろうな。ええ、もちろんです。そして卒業。エーマ、本年度首席卒業おめでとう。はい。あいつすげえな、実技も成績も。俺は正直努力したエーマには一切かなわなかった。よくぞここまで成長したな。俺の愛がお前を変えたということか。なんか嫌な言い方だな。未来の警察庁を担う幹部候補の人材としてこれからも頑張るように。ええ、もちろんです。あれだけ優秀だったあいつがトップまで上り詰めたらこの国の未来は安泰だ。では主席として今後の抱負をぜひ聞かせてくれ。はい、私はこのままさらなる高みを目指し警視総監まで上り詰め。私に意地悪した教官は全員させ、その後は賄賂で大儲けです。何？私は優秀な幹部候補生としてすでに上層部に取り入り済みです。卒業しちゃったらこっちのもんなんですよ。これからはやりたい放題じゃ。この国の未来は終わりだ。しかし抑えきれず全てを喋ってしまったエーマはすぐさま壇上から引きずり下ろされ、警察庁から永遠に追放されることとなったのであった。お金欲しい。
お金欲しいな。チャンネル登録者増えたら。